こんなのクソの役にも立たない。お前アメリカ人だよな、ノックぐらいしろ。元の資料はどこだ。言っただろ、俺のために働けば働くだけ黒塗り部分も減っていくって。さあ、なれ、少しだけ教えてやる、手付金として。よし、話してみろ。親父さんを採用しようとして初めて会ったのはティルタのボロ酒場だった。当時はまだパガンミンの下で働いていて、情熱と野心に溢れていた。ミンがキラットの皇太子を殺した時、この国はとんでもない方向に進み始めた。え？いやいやいや、よく心配するな。この仕事が終わったら洗いざらい教えてやる。あの夜、おふくろさんは避難を背にキラットを離れた。だが人々はユマに扇動されたらしい。全ての鍵はユマが握っている。一体何者なんだ。彼女はパガンミンのナンバー2だ。パガンと一緒に香港から流れてきた。トライアドとつながってる。聞いたことあるか。あるよな、もちろん。で、ここで何を。まずはユマの拠点にいる士官だ。始末しろ。ユマに相手してもらうのはそれからだ。ターゲットをやったのか。本人だとどうやって確かめる。そいつの写真を撮って送れ。残念だが違う、その男じゃない。ターゲットはユマの元で遺跡発掘の指揮をしている。これはどうだ。このエリア内で掃除や皿洗い担当じゃない、重要な任務についていそうなやつを全て片付けるんだ。ゴム用で縛ってたのがアメリカ人らしいやり方だろ。終わったら連絡しろ。
死体から鍵を入手した。ご褒美はないぞ。司令官を倒したら連絡しろ。一旦離れるぞ。待てよ、どうやって逃げろったんだ。そう怒るなって、後で迎えに来る。
始末した。よし、朝食を食い終わったらそっちに向かう。ここでベーコンを手に入れるのがどれだけ大変だったか。またな。こんな危険な空域を飛んでくれてありがとう。今の弱点を見つけたらまた連絡する。